ウィリアム・ユースティスはアメリカ合衆国の医師、政治家。1753年6月10日、ユースティスはマサチューセッツ植民地ケンブリッジにおいて、ベンジャミン・ユースティスとエリザベス・ヒルの三男として誕生した。ユースティスはボストン・ラテン・スクールで学び、1772年にハーバード大学を卒業した。ユースティスはジョセフ・ウォレンの下で医学を学び、 アメリカ独立戦争において、ウォレンの医療活動を支援した。ウォレンはバンカーヒルの戦いで戦死した。ユースティスは大陸軍に参加し、ケンブリッジで砲兵連隊の軍医を務めた。独立戦争終戦後、ユースティスはボストンで開業医となった。ユースティスは1786年から1787年にかけてのシェーズの反乱では鎮圧軍で軍医を務めた。 またユースティスは1786年から1810年まで及び1820年に新シ,シナティ協会の副会長を務めた。ユースティスは1788年から1794年までマサチューセッツ州会議員を務めた。その後ユースティスは1801年3月4日から1805年3月3日までアメリカ合衆国会議員を務めた。 合衆国会員議員選挙においてユースティスは、ジョシュア・クインシーやジョン・クインシー・アダムズと接戦を演じた。1804年、ユースティスは、会員において、ジョン・ピカリングの弾劾裁判を実施する管理者の一人に任命され、ニューハンプシャー連邦地方裁判所で判事を務めた。 ユースティスは1809年3月7日から1813年1月13日までジェームズ・マディソン大統領の下でアメリカ合衆国陸軍長官を務めた。ユースティスは陸軍長官として1812年の米英戦争開戦に備える計画を策定した。ユースティスは米英戦争における苦戦を非難され辞職した。 ユースティスは1814年12月19日にマディソン大統領から中央ランダ公使として任命を受けた。ユースティスは1815年7月20日に新任状を法定して着任し、1818 18年5月5日まで公使職を務めた。ユースティスは健康的理由によりヨーロッパから帰国した。ユースティスはマサチューセッツ州。 ロックスベリーに大邸宅を購入し、そこで暮らした。ユースティスは、再び、アメリカ合衆国会議員に選任され、1820年8月21日から1823年3月3日まで、アメリカ合衆国会議員を務めた。ユースティスは、会員軍事委員会において、委員長を務めた。ユースティスは1820年、1821年、 1822年に計算会、マサチューセッツ州知事選挙に出馬したが、いずれも敗北した。ユースティスは1823年の州知事選挙で、ハリソン・グレー・オーティスを破って当選した。ユースティスは1823年5月31日に州知事に着任した。ユースティスは1815年のハートフォード会議で、ニューイングランド諸州が、 連邦離脱を検討したことを嫌悪し、ハートフォード会議を指示した連邦党員を非難した。州知事在任中の1825年2月6日、ユースティスはマサチューセッツ州ボストンにおいて死去した。ユースティスの遺体はマサチューセッツ州レキシントンのオールド墓地に埋葬された。1810年、ユースティスはマサチューセッツ州チェルシーにおいて、 ニューハンプシャー州最高裁判所売席裁判官ウッドベリー・ラングドンの娘のカロライン・ラングドンと結婚した。二人の間には子供が生まれなかった。ありがとうございます。